안녕하세요가을입니다はい、ということでお昼でございます。ね、今ね、お昼の、今日ちょっと早めですね、1時過ぎでございます。はい、ということで今ね、お昼、じゃじゃん、こちら、韓国で今ね、ヒッチロと言われてる、ウチロ、ホットな、ウチロ三階駅に来ております。ヒッチロっていうのが、なんて言うんだろう、おしゃれなウチロ的な、そんな感じだったらいいのかな。まあ、とりあえず韓国ではここヒッチロって言われてるんですけど、まあ、昔はこうね、こう工具とかいろいろ照明系とか売ってたところが、今はレトロなね、お店が増えたりとかして、おしゃれなカフェとかがあるよみたいな、そんな感じのね、流行りの、はい、場所でございます。ということでですね、ウチロ何をしに来たかと言いますと、まあ、もちろんお昼ご飯食べに来たんですけど、今日は今から焼肉を食べに行きたいと思います。そう、お昼サムギョプサルです。で、まあ、お昼サムギョプサルだけでもテンション上がるんですけど、今日はもう韓国の代表と言っていいのかな、もう代表的な世界スターですよ、BTS が、来た。 BTS アーミーの聖地である、はい、そのね、冷凍サムギョプサル屋さんがあるんですよ。はい、ということで今日はそちらに向かっていきたいと思います。1号店2号店あるんですけれども、今日は、まあ、後で説明するんですけど、2号店に行きたいと思います。で、駅がウチロ三街駅ですね。ウチロ三街駅の11番出口から出て今日は向かっていきたいと思います。それではお昼サムギョプサル、久しぶりにサムギョプサル食べる気がするな。はい、では向かっていきたいと思います。それでは、はい、じゃあこちらはウチロ三街駅11番出口になります。で、この前にチョンワオっていう、私が超美味しいとおすすめしたスンデクパのお店があるんですけど、見て、相変わらず外で待ってる人がいますね、すごい。はい、ということで、じゃあ、11番出口から出たら、出口とは反対方面にまっすぐ行きます。で、すぐ横断歩道があるんですけど、これ渡らずに、はい、左に曲がって少し進みます。はい、じゃあ少し進みましたら、こんな感じで、まあ、ウルチロコーヒーとかですね、これ何なんだろう、なんかちょっと大きめの、ちっちゃめのビルディングがあるんですけど、それの間を、はい、左に曲がって進んでいきます。ここも有名だって見たんだよね、コルモクチ。でもコルモクチっていうお店多すぎるからなはい、これも通り過ぎてまっすぐです。うわ、めっちゃ吐いてるけど、めっちゃ吐いてるうちめは、ね、すごい可愛いね、レトロだ。はい、じゃあこちらジョンジュチってところに入っていきます。可愛い、入り口からでーんでーん、見て、わかるでしょわかるでしょって言い方でジミンちゃんに、ジョングクに、はい、こんな感じでジンくんに、はい、ででこんな感じ。あ、ペッチョモン先生も来たのね、ペッチョモン先生も来たのね、ででんノポレッポ、ラッパーさんも来たんですね。うわー、はい、ということでここ実は、あ、まあいいや、後で話すわ、ごめん食べながら話すね。うわー、すごいいろんなところから来てるな。はい、じゃあ入っていきたいと思います。でーん、ジョンジュチ粘丼木三玉菜、これ夜撮ったら可愛いだろうな。はい、こぎぬん3층へ올라가세요、お肉は3階に上がってくださいだって。ね、こぎもこしっぷんで3층へ、ね、ね、おー、結構人いるわ。여기냉동목삼겹살2인분주세요。ね、2階がお昼ご飯だから、なんていうの、キムチチゲとか、なんかそういうご飯系で、3階がお肉ですね。やっぱり煙の問題とかね、あるから、やっぱ階が分かれてるっぽいですね。じゃん、はい、じゃあこれがメニューになります。左側のチョンシムって書いてあるのが、お昼ご飯の時だけ出てくるんですね。キムチチゲとか、チャドルテンジャンチゲ、チェユペッパン、豚肉炒めと、ご飯一杯って書いてあるね。それと、チョプシージェ、豚肉炒め。こっちのね、チョニョクってやつがお肉です。で、チョニョクってやつは昼も食べれるけど、チョンシンは夜は食べれないみたいな感じ。で、今回ここの目玉ですね。じゃん、粘丼木三玉菜。2人前からなんですけど、豚の首のグリル、なんか名前すごいえぐいなあとは生サムギョプサルもあるし、鴨肉もあるし、それからトゥンシン、トゥンシンもあるんだね。トゥンシンってステーキみたいな意味なんだけど、土鍋キムチチゲってまた全然違うこと書いてあるな。サーロインステーキなんだけど、はい、こんな感じでございます。ホクンバップもあってね。바로올리세요。ね、
おお、あ、来た、すぐ開けてたって。ちょっと待って、すごい忙しい。そう、お肉屋さん忙しいんですよ。これ乗っかってじゃ熱いじゃん。なんで、え、これ乗っかってたんだけどいいの？ない。はい、ちょっと説明する時間が全然全くないんですけども、なんか忙しくてすいません。とりあえずこれを全部あげるみたいです。全部載せるの。え、写真すら撮れないんだけど、忙しい。こんなに忙しいお肉屋さん初めてだわ。ま、参りじゃない？おぬとのレアでない？え、ここから上げればいいんだね。なんか早く上げて、早く乗せてくださいって言われたからさ、全部一気に乗せなきゃいけないかと思ったけど、あの、こんな感じです。いっぱい乗せないでくださいって言われちゃった。はい、これが粘丼木菜ですね。冷凍の首の肉です。で、ちょっとバタバタになっちゃったんですけど、ニンニクとニラの、ニラとなんだろう、玉ねぎがこうね、あえてあるやつと、キムチとサンチュ、それからもやしとハジョリンと、ハジョリンもさ、これ何っけ、黄身入ってるの初めて見た。それからキルンジャン、塩とごま油のやつとサンジャン、それからキムチ粉かな。はい、こんな感じでじゃじゃーん。これがね、2人前です。2人前だから2万8000ウォンかな。なんかね、美味しい食べ方みたいなのね載ってるんだけど、どこだっけな。バタバタしちゃうとさ、また失敗しちゃうからさ、落ち着きたいんだけど。はい、ということで、ちょっと待って、忙しいね。待ってね、なんか焦げてきちゃったもん。どんぐらい焼いたらいいんだろう、忙しい。なんかごめんね、お肉の時いつもバタバタしちゃって。あっ、熱かった。いや、でもクッキングペーパーがさあるから焦げないわ。でもなんかこう普通のサムギョプサルみたいに、お肉じゃないや、なんかこう汁が下に落ちない。なんか書いたんでね、 お肉をいっぱい乗せて、いっぱいじゃん、いっぱいって書いてあるのに、お肉が、肉に火が通ったら、あ、肉に火が通ったらこんなのとニラを入れます。あ、これはこれだけで食べるんじゃなかったんだね。ここで働いてるね、外国の女の子がいるんだけど、リサに似てる。リサの国の子かな。あー、で、これを一箇所に集めて、空いてるところでお肉、残り焼いてねみたいな。いつもさ、食べ方わかんないと、あの周りのね、おじちゃんとかおばちゃんが食べてるの見て、あの、真似するんだけどさ、今おばちゃんとか全部食べ終わっちゃってるから真似できないんだよね。合ってるかな。熱い、すごい飛んできた。これもあります。なんだっけ、セソニボソ。あ、なんか全部乗せたらここのおかずたちがすごい寂しいことになっちゃった。こうやればまあ楽しいよね。楽しい感じだわ。はいはい、こんな感じで、なんかお肉もういいっぽいわ。すごい熱いんだけど、ちょっと弱めていいかな。あ、すごい忙しい。今ここまで7分です。焦げちゃうからさ、ニラの上に乗せよう。これみんな真似した方がいいよ。焦げるときはサンチュを下に引いて、そう、サンチュとかのね、上に乗せるといいっすよ。疲れた。ちょっと何文字乗せとこ、あ、いいんだ。でも冷凍じゃなくなっちゃうからさ、ちょっと乗せとこ。とりあえず焼き続けることにしよう。さっきからずっと仕事喋ってるな、マジで。すごい疲れた。ハジョリンね、見てこんな感じで卵が乗っかって、今卵高いじゃん、日本。この間30個の卵パック1個、割と大きいやつなんだけど、5000ウォン、500円で買ったんだけど、めっちゃ破格じゃない？とりあえずじゃあ、いただきます。このスープから飲んでく。あ、うまい。だしとキムチの汁をちょっと入れたスープ。ででーん、パチョリン。シュッ。うわーん。はい、こんな感じで。じゃあとりあえずお肉とね、お肉がどんな感じか。お肉がさ、薄いからさ、2枚食べた方がいいかも。じゃじゃん、2枚の中にお肉が入ってます。あ、あほいあほい。じゃあこのパジョリンとこのお肉入れます。ニラも入れて、で、ニンニク、生ニンニク。じゃじゃーん、
ちょっと冷めるまで時間あるから言うけど、ある理由があって今日私2号店に来たんですよ。本当はここジョンジュジュっていうのが1号店と2号店があったんですよ。で、実は BTS が行って写真を撮ったのは1号店なんですよ。じゃあなんで2号店に来たかっていうと、1号店がそっちのウルチロの方を全部ここね、さら地にしてまた新しくこうね、建物を建てるみたいなやつで、前さ私が行ったあのタバン喫茶、もう昔ながらの喫茶店、テテがサンガチャとか飲んで私があのラーメンとか食べたお店なんだけど、そこもウルツロ の再開発のあれで建物ごとね、あそこら辺バッてなくなっちゃった土地の一つなんだけど、1号店もその中に入ってたんですって。経営が困難とかじゃなくて、まあ、再開発のあれでどうしてもどうしようもなくお店を閉めることになって、1号店がなくなっちゃって、今は2号店だけ営業してるらしいです。だからね、アーミーの子たちにはすごいなんか残念なんだけど、まあ、聖地が2つもなくなっちゃったんですよ。そのウルチロのこの再開発になんか関連して、ウルチロもそのなんか昔からあるこういう何街並みですごいなんていうの良かったんだけど、やっぱり昔建てた建物だから耐震の問題とかね、建物自体が古くなっちゃって危ないからって言って、それも込み込みで再開発を、はい、するらしいですね。やっぱさ、新しいものができるのもいいけど、昔ながらのがなくなっちゃうのはちょっと寂しいよね、日本もだけど。でさ、私ツイッターでは言ったかな、言ったんだけど、その韓国もすごいなんかこういうレトロな感じの、場所でカフェをするみたいなのすごい流行ってるんだけど、こうレトロな場所は場所だけど、中はおしゃれなコーヒーとかそうカフェなんですよ。だから韓国の昔ながらのお茶、ハンバン茶、サンワ茶とかテチュ茶とか、そういう系をね売ってるお店がちょっとかなり少なくなってきてるんですよ。若い人たちあんまりこうやっぱハンバンとか飲まない、食べないから、需要はないのかもしれないけど、私的にはそういうのもさ、韓国の、まあ、文化の一個なわけじゃん。だからすごいね、そう寂しいです。私の声入ってるかな。でなんかブログ見るとここね、夜とかすごい並ぶらしいんですよ。でお昼私1時ちょい過ぎぐらいに入ってきたんですけど、ここら辺がなんかまあウルチロとかジョルノを紹介するために言ってるんだけど、会社がすごい多いんですよ。だから会社員さんたちが11時半から約1時ぐらいまではお昼ご飯の時間だから、カフェだったりとかご飯屋さんにグワーって行くんですよ。だからその11時半、12時半、1時間半はマジで超ピークタイムなのね、ここら辺のなんか会社とかがいっぱいあるとこは。だからその時間だと結構、まあ、待つか人がめっちゃいっぱいかってなってると思う。だからこのウルチロサンガとかウルチロイックとかチョンガクとか、あとはヨンドゥンポとかヨイドとか、カンナムら辺はまあ当たり前だけど、そういう会社が多いところは特にそういう時間は避けた方がいいと思う。だから私結構空いてる時間にさ撮影もあるからさ来るじゃん、なんかゆっくり撮影したいから。だからね、何も言われなくても1人前いいですよとか言ってくれるお店もあるんだけど、そうだから市長さんがお昼頃行ったら1人はダメって言われちゃいましたっていう方もいたりとかするので、そうだから1人旅行の人はちょっと時間帯気をつけた方がいいかもしれない、うん、私はいつもブレイクタイムってあるんだけど、韓国ってお休み休憩時間みたいな、その時間のお肉の場合は1時間半前、普通のご飯屋さんの場合は1時間前だ。ここは今日は、2時半からブレイクタイムだから私1時に来て、普通のご飯屋さんがもし2時半からブレイクタイムだよって言われたら、まあ、1時半までには入るみたいな。私はそうしてるのね。私の場合撮影があるから1時間もかかっちゃう。普通に食べて出るだけだったら、まあ、1時間もかかんないかもしれないけど、そういうのをちょいちょい考えると韓国旅行スムーズになりますよっていう、はい、なんかそういうコツ？ポイント？
私は基本的にあの生サムギョプサルが好きなんですよ。 生オギョプサルが一番好きなんだけど、でも面倒サムギョプサルを好きな人もいる、まあ、もちろん好みだから、冷凍のお肉なのにこの値段出して食べる意味がわからんって人ももちろんいるの、韓国の中でもね。でももう本当にこれはもう好みですね、好みの問題。普通のサムギョプサルよりも軽くて食べやすい、なんかまたちょっと普通のサムギョプサルとは、またちょっと普通のサムギョプサルとは違った、はい、楽しみというか味かな。だから私が美味しいって言ったあの熟成サムギョプサルのサムギョプサルも美味しいけど、ここの冷凍サムギョプサルもまあ別な感じで美味しいみたいな。だから無条件に生の方が絶対美味しいわけではないみたいな。だからみんなも自分の好みを見つけられたらいいなっていう感じ。すごいいいビジュアル。あのね、私日本と韓国の違いを気がついたことが一個あって、韓国っていうか、まあ人によっては違うと思う、ごめんちょっと主語がちょっとでかすぎたんだけど、私がこの間ねあの一時帰国してたんですけど、あの久しぶりにあの新大久保とか歌舞伎町とか新宿とかをね歩いたんですよ。私いつも車で移動するからあんまりこう街中を歩くってことがないんだけど、久しぶりにそういう人が多いとこというかに行ったんですけど、完全な日本と韓国のね違いを見つけましたね。もうこれは日本人とか韓国人とかじゃなくて、もうそこに住んだらそうなるだろうな的な感じなんだけど、どっちがいいどっちが悪いとかじゃなくて、日本人って自分がどこのなんかこうグループっていうか、どこの界隈に属してるかみたいなのを割と服装で何でこう表現する人が多い。例えばもう K-POP 好きだったら韓国の女の子みたいな服探したりとか、アニメが好きとか、もう俺はオタクです、私はオタクですって人は、ね、私みたいにこういうオタクの洋服着たりとか、まあ、カバンにねチビ縫いとかつけたりとか、自分がどこの人なのかどこに属してる人間なのかっていうのをこう表現するパターンが多い、アイデンティティ的な。でも韓国は心の奥底に秘めたものがあるみたいな感じ。なんか見た目は流行ったらもうみんな同じ、ペティング着たらみんなペティング、シルエットは太いパンツを履き始めたらもうみんなシルエット太いみたいな、見た目はみんな同じでも心奥底に秘めてるものは熱いみたいな、なんかそんな感じ。日本人が例えば超バンギャみたいな格好してイヤホンからもう バンドのジャカジャカ音が聞こえたら、ああまあそういう感じね、わかるわかるみたいな感じだけど、韓国ってめっちゃこうおとなしい格好して、みんな全く目立たない格好してるのに、爆音でイヤホンからめっちゃジャカジャカバンド音が聞こえて、おあ こういう感じかみたい なんか結構そういうのが多い。ごめん今日めっちゃ喋るよね、ごめんね。日本はさ、原宿系だなって思ったら原宿にいるし、丸の内系だなって思ったら丸の内にいるし、なんかそんな感じだけど、韓国って別に全然スウェットでカンナもいるしで多分その韓国 その何こうアイデンティティを出さないとか、もう出せない雰囲気が多分昔からの見た目を気にするっていうか、周りからいろいろ言われるから気にするようになったと思うんだけど、今は全然オープンになった方だけど、大学生にもなってアイドル好きなのやばくねみたいな、そういう認識だって、高校生までは許せるけど大学生になって、えまだアイドル好きなの、まだアイドル追ってるのやばくないあいつみたい なんかそういう感じなんだって、なだったんだって。だってさ、大学生と高校生って1歳しか違わないわけじゃん。でもはやこう合体してる部分もあるし、だけどその1年の間でさ、めちゃくちゃ好きだったアイドルどうやって諦めるのって感じじゃん。好きでも好きって言えなかった、言いづらいみたいな。でも日本って昔からさ、オタク文化って言われてんじゃん。オタクが集まってさ踊ったりとか、コスプレのこういうなんか大きい大会じゃないけどイベントがあったりとかさ、割となんか自分の好きなものとかアイデンティティをガンガン出していく感じ、近い国だけどなんかちょっと違うみたいな、ちょっと面白いよねっていう。ごめんね今日めっちゃ喋るね、本当にごめん、別に酔っ払ってないんだよ。みんな覚えてるか分かんないけどさ、私が前イデに行っての惨敗したグリークデーっていうヨーグルト屋さん覚えてます？グリークヨーグルトで、イデが本店なんだけど、あの本店にもあるのね。今ちょうど2時過ぎなんだけど、本店店の最高一番混んでる時間帯が5時4時ぐらいなの。だから今行けばもしかしたら席があるかもしれない。混んでたら本店の違うカフェに入るわ。だからちょっと行っていい？もうダメって言われても行くんだけど。
で行ったら代替えるかもしれない。なんか油でさ、油をこう吸収したからとかあるけど、肌テッカテカでめちゃめちゃ調子がいいんだけど、でも目煙のせいで目が赤い。はい、ということで、じゃあここから本題に行くので2号線に乗っていきたいと思います。なんか結構さ、こう何こう入り組んだところっていうのなんか超ローカルっぽいところに入ってくるし、夜とかだったら多分タバコとかあとお酒飲んでういーみたいな人がいるからちょっと怖いかもしれないけど、外国でそういうのね、まあ日本でも怖いけど、お昼ぐらいに来れば食べ終わってカフェ行ってってね、全然余裕で、はい、できると思います。なんかよく言われるんだよね、韓国夜で歩いても大丈夫ですかとか言われるんだけど、私は別に韓国で夜で歩いてて怖い思いはしたことないかな。よく韓国でいやそこ危ないよとかよく言われるテリムっていう地域があるんだけど、そのテリムに私住んでたけど、別にそこでも夜で歩いてなんか危なかった思いはあんまりないかな。逆にそういうなんかテリムとか特別な地域ってよりも私的にはソウル駅が一番怖い。ソウル駅のなんかこうある一角ってなんかすごいちょっと、ね、薄暗くてそうちょっと怖いんだよね。あと私基本的にお酒飲めないので夜出歩かないんだよね。でも韓国ってマジで治安のいい国ナンバーワンぐらい治安がいいの。どこ行っても CCTV あるからなんかこう悪いことができない、なんかしたらそこを捕まるからね。はい、ということでじゃあ電車乗ります。この近くさ、羊カフェがあるとこなんだけど、待って、羊カフェがなくなっちゃったの？いや違う、びっくりした。写真か、違った。でここにグリック、あーこっちだ。下が羊カフェで上だこっち。誰もいないんだけどいいのかな入って。やってるってか。いらっしゃいよ。新メニューとか言ってスフレケーキが始まったよ。私だけのヨーグルトってやつが自分で選べるんだ。ヨーグルト 100g になんか1個トッピングか、トッピングに3個か5個かみたいな。何食べていいか分かんないよって人は人気のこの愛をもらってるヨーグルト、かわいい。赤とかエメラルドとかベージュジャングルグリーン、グリークヨーグルトのグリークドリンクってのもあるんだけど、何が入ってるか書いてある。いちご、ブルーベリー、バナナ、グラノーラ、キウイ、乾燥イチジクが入ってる。これにプラスで私はだけ蜂蜜スティック。容器を持ってくればマイナス200ウォンだって、20円安くしてくれる。自分でヨーグルト作るなら例えばこれにしたら、ヨーグルトの種類も選ぶんだ。いちご、グリーンティー、ミルクティー、黒ごま、こんな感じですね。めちゃめちゃかわいい。これが多分イチジクの乾かしたやつで、イチゴとブルーベリー、そして下に、はい、グリークヨーグルトがあって、これが、グラノーラで、下に、はい、バナナが入ってます。はい、じゃあ私はこれをね、はい、ハニースティック蜂蜜を追加したのでかけていきます。キラキラでかわいい、最高。キラキラめっちゃかわいくない？じゃあ食べていきたいと思います。めっちゃいい写真撮れたわ。このグリークヨーグルト自体が5700ウォンで、私が蜂蜜追加したから6000ウォンですね。600ウォンぐらい。とりあえずヨーグルトだけ食べよう。もっさもさ。クリームチーズよりももっともさもさ。グラノーラに蜂蜜だけでもめっちゃ美味しいし、なんなら蜂蜜だけでもめっちゃ美味しいの。調べたんだよね、食べたくて。ザルにこうキッチンタオル。ペーパーよりもタオルがいいらしいんだけど、こうかけて普通のなんかヨーグルトを乗せてひたすら待つんだって。こうやってなんか液体が抜けるまでずっと待つんだって。そうするとこうなるらしい。
バナナとブルーベリーとイチゴ。イチゴ。家でさ、グリークヨーグルト作りたいけど、何時間も待たなきゃいけないじゃん。液体が抜けるまで。抜くのめんどくさくて、そのままヨーグルトとして食べそう。はい、ということで、ごちそうさまでした。念願のこのグリークヨーグルトにも来れましたし、サムギョプサル食べて肌ツヤツヤですし、グリークでここのお店のは、伊手の本店に比べてもめちゃめちゃちっちゃくて、カウンターで椅子を4つしかないから、だいたいみんな食べてすぐ帰るかお持ち帰りがほとんどですね。カフェみたいにちょっと座ってゆっくり食べたいよって人は混んでるかもしれないけど、伊手のね本店をおすすめするし、ささっと食べて帰りたいって人はここでも大丈夫だと思います。日本にグリークヨーグルトが、日本ではギリシャヨーグルトっていうのかがあるかわかんないけど、いろいろ私もなんか探してみたら、韓国の方がなんかすごいもったりしてるっていうのは聞いた。もったり加減も好みだから、韓国の方がいい、日本の方がいいっていうのもあると思うけど、まあそんな感じでした。1号店がなくなっちゃってね、アーミーちゃんたちは聖地が一つなくなっちゃって、ちょっとかなり落ち込むと思うんですけど、でも写真は残ってますので、ぜひね、1号店がなくなっちゃっても聖地巡りできますので、ぜひ行ってみてください。ということで、今回は BTS が行って写真を撮った1号店がなくなっちゃったから残りの2号店に行くよっていう動画でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。